どうも、チャックバスです。今私は、シェラトンタイムズスケアのホテルの前にいます。本日はね、ここに一泊お世話になろうと思ってるんですけども、むちゃくちゃ大きいですね。で本日ここに一泊させていただいて、まあね、タイムズスケアの通りとなっておりまして、反対側を見るとね、こんな感じでもうすぐそこにタイムズスケアが見えるっていうね、非常に立地のいいねホテルとなっております。で、ね、今回は、マリオットボンボイのポイントを利用してね、宿泊させていただこうかと思います。でも4時過ぎてますんで、これからねチェックインしていきたいと思います。それでは行きます。いや、めちゃくちゃ大きいですね、このホテル。こんな感じでマリオットボンボイって書いてありますね。それではね、チェックインしていきたいと思います。シェラトンタイムズスクエアのエレベーターも押すと来るパターンなんですね。それではね、無事チェックインすることができました。今回は32階の32号室ですね、行ってみたいと思います。このホテル大きいんですね。こちらですね、32階となっております。部屋に入りました。ちょっと暗いですね。それでは今電気をつけました。こんな感じとなっております。でソファーがあって、ニューヨークの街並みも見えますね。よいしょ、こんな感じです。よいしょ。でこちらにデスクがあって、こちらにコーヒーマシンですね。こちらは取ったらチャージのやつですね。あとこちらも取ったらチャージのやつですね。よいしょ。でよいしょ。こちらがバスルームです。こちらシェラトンだと、このメカですね、いつも。とこちらもで、じゃあバスタブです。こちらね、バスタブだけリクエストさせていただいております。あとはこちらですね、クローゼットで、これランドリーですね。あと金庫があります。まあ部屋はこんな感じですかね。今回アップグレードされたのかなっていう感じですね。ちょっと後で、調べておきます。それにしてもなんか可愛いデザインのカーテンとソファーと、そんな感じですね。このホテルにもラウンジがあります。1階にあるそうで、24時間ね、なんと利用できるということで、これすごい特典ですよね。で残念ながら、
アルコールは有料ということで、でこのホテルにもね25ドルから30ドルのディスティネーションフィーっていう、宿泊に際してね絶対かかる3、その料金があるんですけども、そちらも、ラウンジで利用できるということですので、ラウンジで、アルコールを利用する際は、ホテルの部屋でね生産するとそれが充填されるということでした。でも24時間使えるってすごいですね。ちょっとそれは驚きです。それではここに一泊滞在させていただきたいと思います。軽くねいただきたいと思います。こちらはパスタとソーセージですね。こっちがサラダです。それではいただきます。ペッパーだったんですけど、この時間だと、ソフトドリンクはコーヒーとお水しかサービスないみたいですね。なんかコーラとかはさっきちょっと前に来た時は冷蔵庫開いてたんですけど、今は閉まってますね。美味しいです。すごい美味しいですね。このアボカドソース、ソーセージ、あ、これ美味しいですね。あ、パスタも美味しいですね。今ちょうど6時前ぐらいなんですけど、夕方の携帯に緊急エリアメールが来るぐらい雨強いみたいで、あ、5時、さっき1回緊急エリアメール来て、なんか8時過ぎぐらいにもう1回強いのが来ますよみたいなエリアメール来てたんで、もしかしたら今から観光行くつもりなんですけど、ずぶ濡れで帰ってくるパターンかもしれないですね。この時期はね結構あるみたいですね、ゲリラ豪雨みたいな。でも本当にね、せっかくニューヨーク来てますから、ね、行くしかないって感じなんですけどね。とっても美味しいですね、うん、これがプラチナ会員で無料で利用できるのは本当最高ですね。それではまたサクッと食べて、どうやらコンシェルジュで傘が借りれるそうなんで、それでね借りていきたいと思います。まあ本当に貸してくれるのかちょっとわかんないですけど、一応ラウンジのコンシェルジュの方は向こうのコンシェルジュで貸してくれるよみたいな言ってくれたんで、一応聞いてみたいと思います。
で、このね、コーヒーマシンはスターバックス、まあ、部屋のコーヒーマシンもスターバックスだったんですけど、このコーヒーマシンもスターバックスなのでいいですね。物価の高いニューヨークにしたら本当に最高ですね。それではね、食べて観光に行きたいと思います。おはようございます。タイムズスクエア、シェラトンタイムズスクエア宿泊の、朝です。今ねちょうど6時過ぎで、6時半ちょっと前ぐらいかな。で今から、朝食6時半から空いてるということなので、行きたいと思います。朝食です。ちょっと今日はがっつりめに撮ってみました。いただきます。スイカ、ヨーグルトで。Yo voy a trabajar contigo y a veces le ayudo a... Sí. A ver, señor. Oh, sí, sí. ニューヨークではいつもヨーグルトとブルーベリーが結構あるんで、ほとんどのホテルに置いていただいてます。とっても美味しいですね。今日はね、昨日と打って変わってすごいニューヨークは天気がいいので傘持たずに観光行けると思います。結局ね、本来傘は貸してくれるみたいなんですけど、で払っちゃってたみたいで、
残念ながら借りるって言ったら、雨降るとね、いいな、ホテルの前に傘の手売りが出てて、その人から5ドルで折りたたみ傘を買いました。ニューヨーク折りたたみ傘が5ドルだったら、まあ、悪くないんじゃないかと思います。前本当に土砂降りにあって、近くにあったコンビニみたいなところで買ったら普通に12ドルぐらいしたんで、しかもそこ壊れるっていう、それに比べるとだいぶいいんじゃないかなと思います。ではサクッと食べてね、観光に行きたいと思います。ちょっと早いですけど、まあせっかくニューヨーク来てるんで7時半ぐらいから行きたいと思います。シェラトンタイムズスクエアのフィットネスセンターです。それではね、今2時半ぐらいなんですけども、本来はね4時までレイトチェックアウト可能だったんですけども、ちょっとね観光の兼ね合いで、2時半なんですけどね、チェックアウトしていきたいと思います。それでは行きます。ではね、シェラトンタイムズスクエア、チェックアウトいたしました。今回はね、1泊利用させていただいたんですけども、こちらのホテルはいいですね。ここ3万5000ポイントなのっていう感じの設備でしたね。ラウンジも24時間やっておりますし、今回、レイトチェックアウトもね4時まで利用できますっていうので、ね、チェックインさんに言っていただいて、結局ね客室の方は、ワンランクアップグレードしていただいて滞在できたということなので、非常にね、満足に滞在となりました。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。